はい、ということで、それではジナのステータスでね、 AC 主義者プレイしていきますか。ジナはね、ちょっとさっきの説と比べると直感が高いのがねメリットなんで、それでグノシア突き止めてカバーしていきたい。ただ演技力とカリスマ低いのがな、特に演技力、エンジニアに出るとすると演技力が低いのをどうしようかなって感じだけど、まあとりあえずはエンジニアに出ようか、1回目だしね。それでうまくいくかどうか見てから。一発クリアはちょっと厳しいんじゃないかなと思ってるし、1日目はどうしようかな、ちょっとゆっくり、わざわざね自分から名乗り出る必要も薄いかなとは思ってるんで、あとは人間だと使う？使っちゃう？弱いか、それはちょっとやりすぎか。でも使ってみたいんだよな、せっかくジナのさ直感で売りじゃん、それがジナ疑わしい、乗っちゃうわ。コメットなんかいろいろ疑ってるね、初回もなんか誰か疑ってたしね、誰疑ってたっけ、ジョナスか、コメットがジョナスも疑ってるし、あーもうそれは出るわ、一人コメット、あーコメット進化、それはでもありがたいな、弱いなコメット進は。どうしようかな、ただってことはコメットを疑ってたメンバーが怪しい、違うコメットが疑ってたメンバーが怪しいと考えていいよね。誰？ジョナスとジナを疑ってたのか。ジナあたりはちょっとかばいたいな。ジナに人間出しするか。ジナちゃんいる？いない？いないね。じゃあどうしよっか。ジョナちゃん。ジョナちゃん、シャワールームで何してんの？はい。じゃあジナちゃんに人間出しするわ。おー。これは変えてくれるよね、ステラかシャーミン。は？詰んだじゃん。は？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 ちょっと、そりゃねえぜ。泣きそう。なんだよそれ、変えらんないのこれって。そっか、どうしようもないな。つらい。あ、ジナ守護天使か、あんまかばう意味もなかったな。この爆発きつすぎない？早っ。ちょっともう一回ちゃんとエンジニア出るわ。でもエンジニア出るのもそんな簡単な話ではないんだね。最悪、コメットムカつく。なんだよ一発目から。まあかといって終盤になってからそういうことされてもちょっと嫌だったから、初日でよかったよね。ドクター全員排除賛成かな。バグ混ざってるしね、ここバグ処理したいな。まあ出るわ。うん、1、2、スピが本物か。さあどうしよう。まあこうね、ドクターにバグが出てるってことはさっきみたいな事故は起こりづらいと思っていいんじゃないかな。スピに票入れるわ。はい、せっちゃん、せっちゃんと重道か。あ、そっか、全員排除出てるもんね。どっちでもいいよ、全員排除なら。で、ここにバグとグノシアが確実にいるから、そこをね処理して残りグノシア2人を突き止めるのがさっさとしなきゃいけない仕事か。でも難しいな。まあシピがね人間出ししたとこにグノシア出すのが安牌っちゃ安牌かもな。SQちゃんどうしようかな。どっか行く？どうしよう。じゃあ、まあ人間出ししておいて、問題なさそうなとこ人間出すか。お、グッジョブか。バグを襲ったとは考えにくいからグッジョブでしょう。最悪だな。
コメット1か。やだな。コメットにグノシア出すか。どっちでもいいや。人間だと言う使う？いや弱いよな。まあちょっと襲撃されたくないしね。コメット。いいね、コメット疑おうよ。コメット疑いはめちゃくちゃいい。人確定してるし。そこが協力。ジョナスが俺を疑ってきたか。コメットはともかくジョナスは嫌だな。あそこ二人嫌だね。コメットに黒出すわ。バレる？コメットに黒出すかジョナスに黒出すか、どっちがいいかな。コメットにしよう。ジョナスは分かんないし。いやこれは大丈夫。これはね確かね人間になるはず。うん、ステラがグノーシアか。コメット襲撃してくるか。雑談してステラか。じゃあステラってことはもうあと一人がなんとなく見えてくるかな。ステラの相方ね、誰だろう。とりあえずまあ説まで行くのは賛成かな。わざわざ疑う必要もないぐらいだけど、ステラあんま喋ってないよね今回。この喋ってた？シピが怪しいは言ってたけど、それ以外は過去も喋ってないよね。ドクターさん乗り出てっては言ってるけど、ほぼ何もしてないな。そして仲のいい人ステラに乗ってる。でジョナスは間違いなくこれ人サイドでしょう。ジョナスに黒出すか。うん、ジョナスにグノシア出しします。そしたらちょっとはね、どうしようかな。ステラか。いやステラと話したとこでじゃない？だってもうステラからしたら仲良くしようとか言われても困るんだけど、ここで仲良くしてもな。ステラの相方が知りたいだけで俺は。乙女ちゃん、まあ いやジョナスに黒出します。ジョナスはグノシアですと。でククルシカが消えるか。はーん、とことんまでなんか白出し先を消してくるねこいつは。このグノシアはシャーミンか。ありがとう、全部わかった。きついな。人間だと言え使うか。もうちょっとリスキーなのは分かるんだけど、ステラシャーミン喋る。おし、ここでジョナスに矛先向けられるねこれは。なんで君は言わなかったんだいと。なるほどね。まあ SQ も怪しいよね、だって言わなかったんだもんっていう路線。この SQ、 ジョナス、シピ、誰に矛先を向けるのか、これをちゃんとグノシアと AC で揃えられれば超強い。いける？いける？行こうよみんなで。よし、ギリギリ。レムなんか。ほんでどうしようかな。もうちょっと白出したいな。シャーミンに白出すか。強気？強気すぎる？いいでしょ。 SQ 消滅。 SQ 狙う？ちょっとそれはもったいないよ。どっちだ？あ、つまらないけど俺が人間だってことはね、100だからね。ありがとう。感謝したらなんかいいことあんのかな。誰と協力しよう。ステラとシャーミンと協力するのは無駄なので、乙女ちゃんダメ。シピ行きたいな。あーでもレムなんでもいいよ。どうしよう、揃えたい。じゃあシピ行くわ俺は。まあ俺がシピに票入れること自体は違和感ないからね。
うまく割れたね。でもステラ派と乙女とユリコの票がどう動くか重要なのそこだね。ここ勝てばほぼ勝ちか、3票で過半数取れるんで。お、協力しておきながら論理的に考えて順当だろう。ラキオが疑った、論理の鬼が。これこっちに票行くんじゃない。あーでもステラに票入れるか。うわ、グノーシアサイドだけじゃんこれ、やば。どうすっかなこれ。乙女と協力はしたい、うん、昨日の時点でしてほしかった。どうしようか、誰にグノーシア出す。まだだな、グノーシア出す段階じゃない。乙女に人出してすり寄っとこう。シピ消滅、何やってんの。え、無理じゃない、いける。いや俺が本当にこのエンジニアだったら、ちゃんとしたエンジニアだったらシピを調べましたって言ってたと思うけど、絶対人間だ。誰かに出せんの、誰に出せんだ、誰。乙女か、乙女かな。あー乙女か、そうか。シピ目線だと全員グノシア、残りグノシアシャーミンだけだし、俺目線ではちゃんと人間出しできてるから、うん、いいよ。で疑うで誰にしようかな。レムなんだな、殴れる、一番殴りやすそうなところは。ここ協力しちゃうか。弁護そうするな、シャーミン。うん、ちょっと露骨か、露骨だよな。いや、いけるいける、これ襲撃先次第ではいけるというか、すでに過半数取ってるしな。どうしよっかなこれ。ラキオにグノシア出すか。うん、いいよね。バカかよ、ちょっと待ってくれよ、なんで。絶対に人間をユリコに言って、うん、いやー乙女が残ってればもうちょっと可能性あったけど、まあでも勝ちでしょこれ。うん、勝ち勝ち。だってあれラキオ、ラキオ感情が先に来てる。どう考えてもシャーミンに票入れる場面でしょう。バイバイ、どんまい。でこれで終わらないのがこのAC 主義者編の怖いところで。いやまあ大丈夫だよね、一緒に生き残ろう。うん、大丈夫だよな。よし、ありがとう。いや分かってたでしょ。そうそうそう、いやよかった。あ、なるほどね、重道かドクター。まあでも重道が出たおかげで話も分かりやすくなったし、よかったんじゃない。コメット守護天使か、なるほどね。じゃあコメット襲撃自体はよかったのか。いや結構危うかったけど、めでたしめでたしっていうやつですな。ちなみに何かこれだけグッジョブあったの。あー、ジナでグッジョブ起きてたんだ。変なとこで起きてたのね。ドクターに対して襲撃してるのもおかしな話だし、ドクターを守ってるのもおかしな話だけど。まあギリギリだったけど、シピがねこっちに人出ししてくれたのが良かったね。結果的に生き残れた。はい、ということであんまり直感はいけなかったですけど、まあ、2回でジナもクリアすることができました。次回は SQ を使っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。